プレミア試写会では主演の佐藤健さんをはじめ武井絵美さん、藤原竜也さんら豪華出演者たちがファンにもみくちゃにされながらステージに上がりました。三上アナウンサーが剣心の最強のライバル藤原竜也さん、伊勢谷友介さん、神木隆之介さんにインタビューしています。ブロー敵キャライケメン三人衆が最強トークを披露です。ブローに剣心最強の敵集結。映画るろうに剣心京都大河編のプレミア試写会が行われ、主演の佐藤健さんをはじめ豪華キャスト陣がファンにもみくちゃにされながらステージに上がりました。みんな激しすぎでしょまさか撮影が終わってもこんなハードな思いをするとは。地獄にふさわしいと思わねえか。二部作連続公開となる本作では、主人公剣心の前に立ちはだかる最強の敵獅子王誠、篠森青志、瀬田総二郎が初登場。そんな最強演じた3人に三上アナが挑んできましたよ。皆さんを現場で苦しめた最強の敵は何でしたか？両手使えるっていう設定に苦しめられる。めっちゃ刺されました。足あ、刺された病院行きました。それが刺された。歩くたんびに痛いんですよ、人事あの究極のむくみみたいな。あ、そうです。うん、一方、全身包帯姿でアクションに挑んだ藤原竜也さんは、みんなさんはこんな感じで喋って、まあね、僕だけはずっとこうやって。伊勢谷さん、やばいんですよこの衣装。耳は聞かないし、皮膚呼吸もできないし感じと一人で落ちてるし、あ、そうっつって俺ね、あの一歩おかしかったじゃん、ね、ありましたね。最後刀投げましたもん、撮影中。もう無理だっつって。そう、はい、嘘つけ。いや本当にもう無理だっつってそれでもまだやらせられるからね。過酷な撮影を乗り越え、主人公の宿敵を演じ切った3人にすっかり感化された三上アナから最後にこんな質問。佐藤さんを倒すために佐藤さんの弱点を教えていただけますか？虫です。虫だね。虫だと思う。たけるくんの椅子にちょっと虫がいたんですって。で、あ、たける、む、虫、佐藤さん虫って言ったら、なんかこんな、なんか抜刀してたって言ってました。肩抜いちゃった。なんか言ってましたよ。抜刀はね、まあ、即座に献身ですよ。さすがだね。さすがですよ。はい、という3人にインタビューしてきたんですけれども、はい、いかがだったですか？本当に皆さんもう仲が良くて、うん、話も大盛り上がりでした、うん、撮影現場大変だったようですね、まあ、とにかくね、アクションが今回もすごいんですよね。わかりますよね、はい、では次の話題に行きます。